美月ったらなんで若松まどかが気になるのよ。放っておけないなんて言ってのこのこ後追いかけて、おまけにびしょ濡れにされちゃって、その上落ち込んでるまどかを勇気づけて歌を歌うように勧めるなんて、はあ、ほんとバカがつくくらいお人よしなんだから。さて今日はどうなるのかしらね。わかったか。はい。ロックンロールプリンセスになってとスピーディー踊り出すときめくをロックスターアイドル君にあげて、じゃあグループ決めするぞ。一人ずつこの箱の中からくじを引いて。みつき、一緒のグループだといいね。うん。うわ、ドキドキする。私 F グループだったよ。みつきは？B グループこっちだぞ。ああ、俺俺。残念だったね、町田くんとグループ一緒じゃなくて。まあ、でもバスはいい。大丈夫？いつものこと大丈夫。ほらね。本日はエターナルスノーヒット感謝パーティーにお越しいただき誠にありがとうございます。皆さんの力により今回もベスト10に入ることができました。ではフルムーンから皆様に一言ご挨拶させていただきます。今日は皆さんお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。まだ食うのかよ。なんで？いや、別に。タクトもどんどん食べれば食欲の秋だよ。いや、楽しかったよ、レコーディング。また一緒にやれるといいな。ああ。素敵な演奏ありがとうございました。今度スタジオでこっそりシークレットセッションやるんだけど、王子も来てよ。あ、よかったら一緒にどうです？え、いいんですか？はい、行きます。そういえば今日の喉のこと若おじ先生に。深夜になっちゃうからフルムーンは誘えないな。どっちにしても彼女修学旅行なんですよ。あの、ん？何？あ、いえ、あの修学旅行のお土産期待しててくださいね。気を使わなくたっていいよ。
修学旅行か。いいな、青春真っ盛り。なんだよ、お前おじんくさいな。そんな言い方ないだろ、お前。まあ、いっか。あれくらいの席で心配かけちゃうのも悪いもんね。あー、食べた食べた、もう何も入んない。そりゃそうだろうよ、あんだけ食えばな。あー、気持ち悪い。胃薬飲もうかな。それ以上腹に何か入れんのやめとけよ。若おじ先生に喉のこと言えなかったけど、修学旅行に行けなくなったら嫌だし、まあ大丈夫だよね。これくらいはいつものこと。何やってんの？ん？あ、修学旅行の旅のしおり。へえ、あれ？これってお前の新曲じゃん？うん、バスとか新幹線の中でみんなで歌うんだよ。ん？修学旅行といえば怪談話。じゃあじゃあ。じゃあ先生の説教。違うってば。修学旅行といえばお土産の木刀。枕投げ。やったなこれ。何を一人で騒いでるんでしょう。修学旅行がもうじきですから、美月さん嬉しくて仕方ないんですよ、きっと。もうやだ。どうだ、グループでどこへ行きたいかインターネットで探せたか。やっぱ京都って言ったら舞妓さんだよな。舞妓さんってどこにいるの？比叡山、清水寺。本当？みつき、検索。はーい。ま、いいこっと。支援？支援？支援じゃなくて、擬音。に、何が支援だよ。恥。うるせえ。みつき、大丈夫？そうですか。本人も楽しみにしていたんですが、私たちも十分に配慮いたしますから、なんとか。いいえ、旅先で万一のことがあってはご迷惑をおかけしますし、今回の修学旅行は欠席させていただきます。そんな、あなたの体を思ってのことです。それに皆様にご迷惑をおかけするわけにはいかないですからね。でも。何です？修学旅行は一度きりだから。あなただけの問題じゃないんです、諦めなさい。若王子先生にもお伝えしようとしたんですが、今日明日はお休みとかで、週明けにでもご相談してみます。それどころじゃねえだろ。あ、うん、あ、そっか、一番ショックなのは美月だよね。それに喉のことも、ほら、若王子がプロデュース引き受けてくれる時の条件に、一つ定期的な喉の検診を受けること、二つ、いざとなったら僕の指示に従うこと、手術を含めてね。な？検診だったらさ、私が代わりに。バレバレだってそれ。だったらレントゲン写真に細工するってのと。そんなな、一時しのぎでごまかしたって。ん？あんたもそんなしんみりしてる場合じゃないでしょ。これか。
な、何よ。ちょっと落ち着けって。あいつの身にもなってみろよ。じゃあどうすんのよ。もし万一手術ってことになったら、そしたらあの子歌えなくなるかもしれないじゃないの。それに手術なんかしてあの子の寿命が伸びたら大変なことになっちゃう。どうすればいいの。いってらっしゃい。みつき、お土産待っててね。絵はがきも送るね。うん、気をつけてね。おい。大丈夫、今のはむせただけだから。ならいいけど。今頃美月ちゃんは京都か。雨にならないといいですね。うん、いい思い出作ってくれるといいな。ええ。やめんなよ、せっかく付き合ってやってんのに。うん、雪のように正しい静かに降り積もり続けてゆく方みたい。こんなもいいなら誰かを好きになる気持ち知りたくなかったよ。 I love you。 みつき、メロコ、水。大丈夫、自分で。みつき！どういうことですか？あくまで僕の意見としてですが、手術した方がいいと思いますね。手術？若おじ先生はそんなこと一言もおっしゃってませんでしたけど。若おじ先生は今どちらに？彼今日は休みなんですよ。お休み？若おじ君、非常勤になったんですよ。はあ？お聞きになってませんでしたか？あ、はい。ちょっと、まずい展開かも。まったく、次期医長間違いなしと言われていたのに欲のないやつです。昔やってた音楽をまたやりたいって言いましてね。それで。なんで。もうそれ以上言っちゃダメなの。音楽。赤落ち先生が音楽を。あっちゃ、バレちゃったよ。
まだ若王子くんに連絡は取れないの？はい、携帯は留守電になっていますし。そうか、じゃあ仕方ないか。他に心当たりは？若王子先生は薬で抑えられるとおっしゃってましたけど、それはどうなんですか？少なくとも病気の進行は抑えられますよ。少なくともって、先生、手術をお願いします。そんな。いや、それは若王子くんが決めることで。いえ、お願いします。みつきちゃん、ここどこ？病院ですよ。もう大丈夫ですよ。手術？またばあさんが余計なことを。そうなの、はっきりお願いしちゃったのよ。どうしよう。どうしようって、声のこともあるし。みつきちゃん、いけませんよ、そんな体で。みつきちゃん。いや、楽しかったな。久しぶりに盛り上がったね。大重さん、またやりましょうよ。そんな。なんだって？すぐに手術の手配をしてください。いや、それは若王子くんに聞いてみないと。同意書に署名捺印すればよろしいんですよね。あなたちょっと。おばあちゃん。美月さん。私もう大丈夫。何ですか、あなたは。病室に戻ってなさい。でも落ち着くのよ、美月。あんたが嫌って言えばいいのよ。ちゃんと言うの。手術はしたくないって。もうじれったいわね、エロ子。だって声が出なくなっていいの？フルムーンに変身すりゃ健康にはなるけど、出ない声はフルムーンになっても出ないのよ。何してやがんだよ、若王子は。手術っていつの間にそんなに悪く？わからない。この前の定期検診では異常はなかったのに。とにかく一刻も早く手術を。ですから何度も言うように、僕の一存では。もう結構です。他の病院でお願いしてみます。高山さん、遅くなりました。若王子くん。美月ちゃん、席はいつから？パーティーの日。どうしてその時言ってくれなかったの？ごめんなさい。若王子先生、お休みのところ申し訳ありません。いえ、こんな格好で失礼します。非常勤になられたこと、どうしておっしゃっていただけなかったんですか？すみません、お伝えする必要がないと判断したんです。それに音楽までやられているとか。それは。大丈夫だ、フルムーンのプロデューサーやってることまで知られてない。お医者様とは何よりお互いの信頼が大切かと思いますけど。おばあちゃん、先生は悪くないです。私が無理に。無理に何です？音楽。それだったら私に責任が。あなたどなた？大重さんは若王子先生の婚約者で。いえ、違います。それなら黙っていてください。はい。そのお話は後ほど。とにかく診察を。さ、美月ちゃん。はい。はい、もういいよ。どう、若王子くん。うん、確かに悪化しているね。手術は。最後の手段として、しばらくは薬の処置でいいと思う。こちらの先生とは違うご意見ですのね。私どもはどちらを信じていいのやら。主治医の僕の言う通りにしてください。僕もそれがいいかと。でも先生は先ほど。いや、だからあれは僕個人の意見で、若王子くんの意見も間違ってはいないんですから。
でもそのどちらを選ぶかは私どもの。お願いです、おばあちゃん。修学旅行とか他のことならおばあちゃんの言うことに従います。でも自分の命を誰に預けるかくらい私に決めさせてください。じゃあこれ、これまでより強い薬になるけど、少し我慢してね。はい。どうにか一件落着。でも急がないと。美月の病状がこれ以上悪化しないうちに、エイチ君と。だってば。あー、やっぱり信じらんない。だから何があったんだよ。あの子が学校行く途中に偶然あるおじさんと会ったんだけど、そのおじさん私たち死神が見えるって言うのよ。何？次回フルムーンを探して、ブランコのおじさん、お楽しみに。